南の山から見た、猿橋駅南口猿橋駅は、山梨県大月市、猿橋町天井にある、東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は、JC31。島式ホーム一面二線を持つ、地上駅で、京上駅舎を持つ。島式ホームに相対して、旧ホームが残されている、留置線を有する、大月駅管理の業務委託駅。 自動券売機、簡易水下改札機が設置されている。緑の窓口は2009年5月31日で営業を終了した。北と南それぞれに駅前広場がある。JR 東日本によると2020年度の1日平均乗車人員は843人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。相模川の右岸 南約300メートルの段丘にあり、川や線路、主要道路がほぼ東西に走る。山が数十メートル南に迫っていて、平地部分は狭く細長い。駅の北に国道20号が通る。その北に宮下橋があって、桂川を渡り、そのすぐ北に百造橋があって、葛野川を渡る。東約700メートルに、葛野川と桂川の合流点があり。 駅の東約1 2トルに日本三気橋の一つとされる猿橋と町の中心部がある。駅周辺は住宅地で駅前商店街はなく国道沿いに商店が並ぶ。中央自動車道の猿橋バス停までは徒歩20分前後。駅南方の山上にはパストラルビューカツラ台という分譲住宅地がある。2006年まで山上との連絡に シャトルカツラ台という磁石を用いたモノレールが無人運転されていた。最寄り停留場は駅北口両足にある猿橋駅前となる。以下の路線が乗り入れ、富士急バスにより運行されている。ありがとうございます。